皆さん、お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方は、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。それではね、まあ本日も中谷潤人選手の話になりますね。まあ昨日ね、もう本当に圧倒的な強さで、まあドネアをもうほぼ引退状態にさせたサンティアゴを、もう本当に圧倒的に倒しましたよね。もう本当に、サンティアゴがもう何にもできなく、もうあんな展開になるとは思いませんでした。もうちょっと苦戦するのかなと思ったんですよ。まあ自分の予想だと、前半結構接近にもなって、まあ後半進むにつれ、徐々に当ててって後半で KO するという予想だったんですよね。だがもう前半後半というよりももう最初から最後までもう何もさせずに普通に左ストレートで KO。 いやーもうすごかったですね。あそこまでね相性がいいとは思いませんでしたね。これそれで圧倒的に倒したことにより中谷潤人選手の評価がめちゃくちゃ上がりましたよね。これがねもしですよ、ラスベガスのまあ、ビッグマッチとかの、まあ、この間のアンドリュー・モロニー戦の時のようなアンダーカードで行われていたとしたら、まあ、さらに評価が上がったでしょうね。やっぱりアメリカの試合っていうの一番見られますよね、世界から。だから、ああいう場でね、やってたらもっと上がったんでしょうね、と思うんですよね。そこでなんですけど、まあ、中谷潤人選手が昨日圧倒的に勝利したことにより、井上尚弥選手との対戦というのが、ちょっと浮上してきましたね。浮上というよりも、何も、これ浮上というか、期待の声が上がってますよね。井上尚弥対中谷潤人が、いずれ見られるのではないか。これが、ドリームマッチになるのではないかという声が、結構多く上がってるんですよね。そしてね、まあ、ちょっと自分の方で、これ中谷潤人選手と井上尚弥選手、もし今戦ったらどうなるかというのをちょっと軽く調べてみました。まあこれはもう今出てるデータ上での評価になるんですけど、まずこれ二人の戦績と身長、ここをちょっと見てみましょうか。年齢も含めて、これ一応ボックスレッグのまあこれデータなんですけど、ちょっとまとめてみました。まず、井上尚弥選手が、今のところ26戦全勝 23KO、完璧ですよね。井上尚弥選手は現在、スーパーバンタム級で、身長が165センチ、リーチが171センチで、今30歳ですね。いやー、井上尚弥選手のすごいところっていうのは、もう当然これは、説明するまでもないんですけど、井上尚弥選手は、まあ、ライトフライ級から現在スーパーバンタム級に、スーパーバンタムでも4団体統一して、もう来年にはフェザー級に上げるとは言われていますよね。そして井上尚弥選手のすごいところっていうのは、これをね、今更説明するまでもないんですけど、どっから行こうかな。もう最初から言うとキリがなくなっちゃうんで、ノニとドネア戦以降をちょっと説明していきましょうか。井上尚弥選手、もう最近というかね、もう何年も世界戦しかやってないんですよ。井上尚弥選手は2019年の、まあ、ノニとドネア戦ですね。ここで、判定だったんですよね。だが、この2019年11月7日のドネア戦以降の、あと残り7戦全部世界戦なんですけど、すべて、KO 処理ですよね。これもう完璧ですよ。ドネア戦以外は世界戦全部 KO 勝利なんじゃないですかね。これはね、完璧ですよ。そして中谷潤人選手なんですけど、現在26歳で、今バンタム級ですよね。中谷選手は27戦全勝 20KO。 いや、こちらもね、完璧ですね。めちゃくちゃですよ。もう二人ともほぼパーフェクトレコード。ただ、中谷潤人選手の方が一戦多く戦ってるんですね。ただですよ。ちょっとね、これは、明確な違いっていうのは、やっぱりね、この、対戦相手の質が、
ちょっと違いすぎますね。中谷潤人選手は、初めて世界戦を行ったのが、2020年11月6日のマグラモ戦ですよね。ここでフライ級のチャンピオンになり、そっからアコスタ、あと山内亮太、フランシスコ・ロドリゲス・ジュニア、アンドリュー・モロニー、アルヒー・コルテス、そして昨日のアレサンドロ・サンティアゴですよね。世界戦の戦績が7戦全勝で、5 KO ですね。いや、かなりすごいですよ。世界戦7戦で、7勝、5 KO ですからね。ただちょっとね、対戦相手の質がやっぱり、井上尚弥選手よりも、まだ下の階級で戦ってますよね。そしてフライ級から。まあ昨日のサンティアゴ戦の前のアルヒコルテス戦は判定まで行きましたよね。そしてアンドリュー・モロニーには、まあ、これ記憶にも新しいんですけど、もうノックアウト・オブ・ザ・イヤーを選ばれるほどの KO で勝ちましたよね。そしてその前の、フランシスコ・ロドリゲス・ジュニアの時もこれ判定なんですよね。ちょっとここで比べるのは、どうかと思うんですけど、まあ、井上尚弥選手と比べると、ちょっと対戦相手の質がまだ、そこまでではない。まあ、これはもうあくまで、頂上決戦ですよ。そしてまあ、とにかくね、経験では井上尚弥選手の方が、もう断然上ですよね。そしてこれ、試合やるとなったらどうなるか。これ、どの階級でやるかにもよるんですけど、おそらくまあ、フェザー級、スーパーバンタム級、どちらでも多分戦いますよね。まあ、スーパーバンタム級で戦ったとしたら、中谷潤人選手は昨日のサンティアゴ戦はもう本当にリーチを生かした戦いをしましたよね。その前のアルヒコルテス戦も中谷選手のリーチを生かして戦いました。そして井上尚弥選手と戦うとなったら、井上尚弥選手の身長が165センチですよね。それに対して中谷潤人選手が172センチなんで、身長だけで言うとアドバンテージはありますよね。今までと同じようにリーチを活かして戦えるということにはなりますよね。この身長だけで言うとですよ。ただ、井上尚弥選手は昨日のサンティアゴと比べると、まず一番違うところっていうのはもうパンチ力が桁違いに違いますよね。昨日サンティアゴが、中谷潤人選手のもう中に入った時っていうのが、確かあれ、2、3回割りましたよね。ちょっと危ねえっていうシーンが。それでね、井上尚弥選手になるとサンティアゴよりも、やっぱりフットワークもスピードもすべて上を行ってるんですよ。パワーもすべて上行ってますね。そこでね、ああいう中に入るシーンが多分ね、サンティアゴ戦よりも多くなるんですよね。そこでハンドスピードも力も井上尚弥選手は上回ってるんで、これはね、昨日のように絶対、いかないんですよね。井上尚弥選手は、中谷選手の左ストレートを受けた時どうなるか。ここなんですけど、中谷潤人選手のパンチ力は、ま、ある方ではあるんですけど、ハードパンチャー、その領域までには行ってないと思うんですよ。あと対戦したサンティアゴも、力自体は、そこまでではなかったと言ってるんですよね。どっちかといえば中谷選手は一発で倒すというよりも削って最後仕留めるという感じですよね。これが井上尚弥選手になると、まあ、KO できるというのは限りなく低いと思うんですよ。それ逆に井上尚弥選手が中谷潤人選手を KO するというのは確率的にはあると思うんですよね。簡単に結構中に入れちゃうかもしれませんね。なので今の時点ではまだ井上尚弥選手の方が全然上を行ってるのではないかと思いますね。ただ中谷潤人選手、こっから、今バンタム級なんで、こっから経験を積んでスーパーバンタム級、フェザー級に上がったぐらいの頃には、もっと体が多分大きくなってますよね。そこでパンチ力も増してますよね。このあたりでどうかですよね。まあ、とにかくね、今の時点では、まだまだ井上尚弥選手、優勢なのではないかと思いますね。まあ、実際に二人が戦うのは、もうフェザー級あたりですよね。戦うとしたら。だからそこに行くまでに中谷潤人選手がまだ無敗をキープして勝ち上がっていけるかですよね。
今回サンティアゴ本当に相性が良かったというのはまずあるんですよ。まあ、次ですよね。次、さらなる強豪と戦った時。まあ、次はアストロラビオなんで、問題なく勝つと思うんで。例えばこれからジェイソン・モロニーと中谷潤人選手が戦って、まあ、ここで判断してもいいのではないでしょうか。まあ、もしくは、エマロドと中谷選手戦って、このあたりで初めて評価ができてくるのではないでしょうか。はい、と自分は思うんですよ。まあ何せよね、もう二人の対戦が結構望まれてる声が多いんですよね。俺はね、やることあるんでしょうか。年齢差は今4歳ですね。4年っていうと結構違いますよね。だから、3年後だとしたら井上尚弥選手が、34歳になるんですか？中谷潤人選手はまだ29ぐらいですよね。3年後ってなったら。だからこのあたりですよね。それを過ぎちゃうとちょっと年齢的にも井上尚弥選手、もう35歳とかになってしまうので、あまりここは見たくないかなと思いますね。だからやるならば3年以内にやってほしいですよね。いやー、どうなるか楽しみですよね。はい、ということでね。いやー、もう本当に楽しみが増えてきましたね。中谷潤人というね。これもう、ネクストモンスターとはもうやめましょう。ニューモンスター。いや、なんかね、もう、童顔の怪物とかね、そういうネームに変えませんか。あと中谷潤人選手のアッパーにいい加減ね、名前を付けたいですね。あのロングアッパーね。あの変な角度のアッパーね。あれちょっと名前付けませんか。はい、ということですね。はい。とにかくね、また続報入り次第ね、こちらの方で放送していきますので、ね、皆さんね、チャンネル登録ぜひ、よろしくお願いします。X とね、Instagram もフォローぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。